さあさあさあ始まりました。本日も父さんと貫禄がもう溢れ出て出て止まらないウーリンとでお送りするセブンデイズトゥーダイのお時間がやってまいりました。いる？いるかな？大丈夫？大丈夫そう。透明だけど。はい、ということで今回はですね、拠点を見つけたんでまたまたレイド来ました。なんかね、物資奪ってないから、まあ、レイド中よりはなもうね、あの人探しみたいな感じになってますけどいや今回こそはね、前回前々回と立て続けに2件連続失敗してますんで、失敗はしてないんです。あ、失敗はしてないね、うん、いなかっただけかなっていう感じで、一応ねダイナマイト、あれ、ちょっと待って、ウーリンウーリンでしょこれ、この自分の服一式持ってきたの。ちょっと待って一応ね、車の中にダイナマイトも一応持ってきたんですって言ったんだけど、ウーリン、ちょっとウーリン、車の中なんでさ、レイドだっつってんのにさ予備の服いるの。もうじゃあもう布団敷いて行こうかね、向かおうかね行きますよ、行きます、ウーリン行くよ。もうじゃあこれ、あれトラッ、もう車で行っちゃった。あーやばいやばい、ウーリン引いちゃう、ウーリン引いちゃう、よしよし、行こう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 、よしよし、もうこのまま突っ込んじゃいますか。いなさそうな雰囲気出てるし、よしよしよし、ここですね現場は。オッケー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 、コンクリート仕様で、向こうが多分フェラル橋かな、迎撃拠点かな。いやもう早いね、もうそうだね、 MB拠点だったらいいね、今回こそはね。もう分かった分かった分かった、ウーリンの焦る気持ち分かるけど、今回こそはね、いやー MB 拠点であることを願っていきますか。ちょっと待ってちょっと待って、ウーリンちょっと待って、あの今さら気づいたんですけど、ウーリン冬仕様になってるね。服がさ、服、上のジャケットがなんかさダウンジャケットになって、あの寒くても大丈夫なようになってて、おしゃれですね。ちょ、もうダイヤモンド行くのね、もうだからさ、もうさもうダメだ、もうだ、もうね、オーガでもうやってらんねえみたいな感じだったね、ウーリン絶対。もうちまちまオーガで削ってられて、あーやだ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 、痛い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 、危ない、もう投げ、もうだ、オーガでやった方がいいって、オーガでさ、ダイナマイトで人違いだったらどうするの、もうこれ絶対めんどくさくなったでしょ。で、もうダイナマイトで行く？じゃあウーリンがダイナマイト何本持ってるか分かんないんですけど、もう私30本しか今回ないんですよね。だから前半戦で使っちゃって果たして大丈夫かっていうのもあるんですけど、これどんだけ大きいか分かんないですもんね、この拠点。これな、ドアも硬そうだし、いやー地面掘っていった方がこれいいパターンかな。どっち、地面一回掘ってちょっと様子見して、あーほらほらほら下ありますね。ドアから行った方が、これドア開けて、あーどうなってるかだよな。とりあえずちょっとだけじゃあ地面掘って様子見ますか。いやこれ地面掘った方が早そうに見えるかもしれないんですけど、意外にドアぶっ壊して行った方が良かったりするパターンも、あーいやーでもこう分かんねえなこれどこまで続いてんだろう全然予想つかないこれ。ちょっと待ってちょっと待って、ここさグラフィックがバグって中が透けて見える。ちょっと、あっ、なしかし回収したよし、ああーもうグラフィックバグってさっきね中が見えてたんすよ、で自爆しちゃったからもう元に戻っちゃったもうさ、めちゃくちゃダイナマイト投げるやんウーリン引き続き、おちょっと待って、なんか見えてきた。あー5マス12345 5マス6マスぐらいで下に降りたら、あーなんか天井なのかな、床なのか天井なのかが見えてきましたね。いやこれどんな形になってんだこれ。とりあえずどうする、これ全貌を掘り下げるかね、
どんな形になってるか横もちょっと見たいですよね。あ、びっくりした。あ、くれるのね。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。くれたわ。今投げたかと思ったら焦った。じゃちょっと他のとこもぐるっと穴開けてみますか。これ。ないっすね。今回の拠点もどこまでこの下あるのかっていう感じだな、これ。あ、どうする、あそこ掘るの、風鈴。あー、掘るのね。はい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 。あー、まあでも確かにね、この辺のブロック壊しちゃって耐久岩いってるんで、この辺からあー中に入って一回確認した方がいいかな。いやもうこれもうダイナマイトの無駄遣いになっちゃいますもんね、このまま土掘ってっても。でかといって真下のなんかまあ部屋っぽい形になってるんで、ちょっとゾミ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 この真下とかも掘ったところでまた降りれんで降りたら出られなくなるかもしれないじゃないですか。が土地主張ブロック効いてるとウッドフレーム置けないから、また中に入るだけ入って、出られなくなるとまずいので、まあだからこの通路っぽいところ、ちょっとオッケー。だからまあ一回この縦の通路に穴開けた方がいいっぽいですね。とりあえずこっちにまだ強子がいるわ。なんで今ウーリンのタレットに撃たれたけど私。え、どうして、え、なんでウーリン攻撃した、そのタレットにさ今撃たれた気がした。あ、あれかパーティーか。よっか、びっくりした。あー、さっきログインしたばっかりだからチーム組んでないもんね、まだね。もうちょい、よし、開いた。オッケーオッケー、はしごでしょうね、はしごでしょうね、ここは予想通りですわ。1マスじゃ入れないからもう1個下も割らないといけないかな、ここもね。いやまだ分あるわコンクリート勝てー、こっちもよっしゃ、開いた。さてさて、あ、ドアありますね。うわー、トラップないかな。ちょっと降りる、ちょっとウリ行くそこでもタレットなんだやっぱり。いや、どうする、降りる。あー、ドアある。あ、トラップ、あ、ない。あー、こんな感じでトラップはなさそうだな。3つ扉が。あー、これどうしよう。ダイナマイトいっちゃうか。でもまあとりあえず1枚ぐらいは頑張って扉抜くか。まあひとまずまずは1枚抜いてみよう。1枚抜いて様子見た。もう風鈴壊し始めてるよし、行くぞ。二人がかりだったらなんとかいける。あ、穴開いたね。穴。え？お？え？え？1、2、3、4、5、6個？ちょっと怖い。何？なんで6個もあんの、布団が。うわ、怖っ。え？いやまあ。今回同盟関係だったら別に大丈夫なんで、あのチームは2人までなんですよ。チームは2人だけど同盟組んだら別 に一緒にやっちゃダメっていうわけじゃないって。やばくないこれ。え、団体クランってこと、この拠点。ちょっと、え、ウーリン、ここレイドするのまずくない。あ、でもとりあえずじゃあ布団の名前だけは確認しましょうか。一応ね、布団の名前だけは確認しよう。もうすぐ開く。よっしゃ、開いた。さあお楽しみ、布団の名前確認タイム。あれあれ、表示されない。なんで、あれ、布団の名前表示されないぞ。どうした、え、なんで。あ、MB 見た。あ、MB 見つけた。MB 来た。
あれでもちょっと待って、なんか違うぞ。 MBB092D が所有してます。あともう表示されない。おやおや、いや、この布団だけ名前表示されるって MB、 これあれだな、多分 MB、 多分違うプレイヤーですよね。こんな名前じゃなかったと思うんですよ。じゃあ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 、でウーリン怒らないで怒らないで多分 MB ってクラン名なんじゃないかなって。やば、どうしようどうしよう、ロケットランチャー来ちゃったけど、ちょっとサブサンドイッチ食べよう。このクランやば、いやーやばいぞこれ、なんか開けちゃいけない、いただきます。とりあえず、うわこっちにもロケラン入ってる、こっちにもロケラン入ってる、ウーリンねえロケラン入ってる、ほらこれ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 、どうウーリン、やばくない？ロケラン来た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 、どうする？おおいいね、ウーリン似合ってる似合ってる、え、どうした？あ、そう、あ、了解了解、あ、いらないのね、はい、はい、わかりました。やばいっすね。あー、いや、多分 MB、 いや、ほらこっちにも入ってる、 MB っていうのは多分クラン名で、あの、布団って一回布団を敷いた後に新しい布団を再度敷くと、なんていうんですか、前一番最初に敷いた布団がこう、なんていうんですか、こういう風に表示がなくなるんですよね。だから多分ここの拠点は脇拠点みたいな、脇拠点じゃないからサブ拠みたいな扱いなのかな。だからこの 6人クランで MB は、で私の予想ですよ、6人クランで、でうち5人は他のところに布団を敷いてて、もうここの布団は効いてない状態ですよね、有効じゃない状態でやってて、え、どうしたどうした、はっはぁ、びっくりした、もう急にウーリンダイナマイトだもんねオッケーオッケー、まだ引き続きね MB の拠点っていうのが分かったからね、よしよしよし、今回はとりあえずぶっ壊して、あもうなんか見るねこれ、あ、ここチェストルームじゃない、はい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 、ここ物資庫だぞウーリン、よけい、あいた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 、もうこれ絶対美味しいでしょ、ほらほら、あ、ここ、あ、ここのチェスト吹っ飛んじゃってるな、ダイナマイトかなこれ、うおほほほほほ、やべえ、これは高まる、これこれ上も、うわまぶしい、スタンバトンがまぶしい、これやべえこれ、あ、チェーンソーボーライ、よーっけ、オッケー、これ多分ここのチェストも多分あったんでしょうね、あ、ここは鍵閉まってますね、まだ、よし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 、じゃあここも引き続きぶっ壊していくぜ、これで最後か、よし、うおもう最高かこれ、うおこんなにもやばやば、ちょっと本読もうこれもおーもぺよしよしよし、やばい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 、これ持って帰れねえな、これどうする、とりあえずとりあえずちょっと一回車にしまいに行こう、これ今持ってるやつをもう腹パンだから、とりあえずアイテムを車にしまいに行きます。じゃあとりあえずね、もう車の中もアイテムパンパンなんで、多分これ最後の1枚だと思うんですよ、この扉、まあ、この先にまたもう1枚扉が出てくるかもしれないですけど、先に土地主張ブロック壊して、この扉ドアをつけて鍵を閉めてゆっくり運んだ方がいいじゃないですか。だからちょっとね、敵が帰ってくる前に先にここの土地主張ブロック壊して乗っ取っちゃおう、それが多分賢いわこれ。あ、このアイテム量ね、運んでたらピストン押してたら時間かかるもん、隠れが見えてるからここだ、はっ、ハハハ、帰ってきやがった家主、ちょ急いで急いで急いで、車の中のちょっとアウリンが見てるのか、はい、ちょっと早く早く、さっき車の中に、よしよしよし、あ、めっちゃ整理整頓してくれてるじゃんウーリン、ナイスナイスナイス、ちょっとロケラン2個もいらない、ちょっとロケラン持ってちょっととりあえずぶっ倒し行こうぜ、ウーリン先行くの、ちょっと行くよ先に、めっちゃゴリゴリ行くやん、ゴリゴリやん、ウーリン大丈夫いる、敵、あ、
あー振ってる振ってる振り、ちょっとそんなさ積極的に MB クラウドからって、ちょいる大丈夫、振り大丈夫、どこだ、出てこい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 、こっち来いこっち来い、振り怖え、あ見えた見えた見えた見たかこれが三日月隊の力、思い知ったかおこれあれじゃない、もうすぐここにリスポーンしてくるんじゃない MB、 これ絶対リスポーンするじゃん、あちゃ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 、リスポーンしたリスポーンした、やばい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 バーカバーカ、ちょちょちょウーリー、まさかまさかまさかと思うけどやるんじゃない、それが戻ってきた戻ってきた、あリスポーンするよ、キーチャ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 やばナイスウーリン、よしこれで秩序ブロックぶっ壊して、まあね本人じゃなかったし、まあ、分かったのが MB クランっていう団体がいるね、少なくても6人以上で、この拠点はおそらくサブ拠かな、ちょダイナマイト投げすぎてゾンビいっぱいいますけど、ひとまずはレイド完了じゃないでしょうか、土地主張ブロックいただきました、シャドウフォーやりたい放題だな、よしよしお前たちが持ってたロケットってバレしてやるからな、必死折ってやる、いけ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 、もうちょっともうちょっと倒れるもうちょっともうちょっとこの曲終わった、善良なソロプレイヤーには愛情を、卑劣な団体クランには制裁を、レイド完了でございますよま、今回ばっかりはちょっとボコボコにやらさせてもらったんですけど、まあ、ただね、いやまあ本人じゃなかったっていうのと、あと相手がね MB っていう名前の多分おそらくクランなんですよ、団体でしょ、いやまあちょっとねそろそろ僕らもねプーさんとたけし集めてちょっと三日月隊集合しないと、これ今回これ全面戦争やぜ。